ever since I was born been a spring flower's daughter. Hibernate till it's warm and the snow melts to water. But here comes a change, I can feel it inside. I see sun in the cloudless sky, so I あなたたちのお名前は？レトルトママレトルトママだけで自分で言ったよ。正解よ正解。返しが欲しかった。今日私がいただくのは？なんてそれ。ウーバー。ウーバー。こちらペスカトーレ。ペスカトーレ。名前はイタリアン。エビのトマトクリーム。明太子クレープ。はい、こちらをいただいていきます。クルトン入れたら可愛いな。美味しくはい、今日は何の動画ですか？せーの、レトルト食品を食べるルビです。どういう動画だよって感じなんですけど、今日はよくメグさんがレトルト食品をお昼に食べてるんで、普通にそれが気になったっていうのとそれをこうやってね、こうちょっと揃えてみたらどうなるやろうと思って今回調べた結果、もう成功やつっていうのが見えるんですけど、とりあえずお腹が空いたので食べながら皆さんとお話ししていきたいなって思います。せーの、いただきます。飲み物は三ツ矢サイダー。あ、美味しい美味しい。いただきます。私は生パスタの明太子。今日私がいただくのはどれ？え、でもマジさ、こんだけ見たらさ、え、絶対、え、わからんくない？これさ、もし彼氏来て家こうやって出してもさ、わからんやろ。あ、ほんとね、バレんかも。ねえ。バレるやろ。いける。うん。うん。でも、何のレトルトがおすすめですか？いつもめぐちゃんがやってるのは、あれ、トマトのリゾット、昨日の美味しかった。美味しそうやったね。作り方説明して。これはいいと思う。スープにご飯を入れて、チーズを入れて。こちらサラダになります。これは千切りされてるやつを買ってきてもらいました。うん、すごいね。何でも2時間かけて作れるよ。それほど。まず麺が硬いか柔いかやろう。このスープはこのスープです。このジョイフルのより美味しい。お気に入りの夜ご飯。お好み焼き。お好み焼き？家で作るとあれで？ホットプレートで。フライパンでしょ。すごいね。コットン。めぐさんあれで朝ご飯和風なんで。ああ。味噌汁とご飯と。バーベキューないで。だけなんか留学の時とかもさ、マジご飯恋しくなるけんってひたすら聞いとったって、うん、全然恋しくならなかった。なんかその辺にある対面とかでよかった。うどんとか食べたことうどんだ。うどんなるよね。日本食の中で一番好きかも。うどん屋でバイトしてました。お父さんです。うちが作れるやか。いや、作ろうと思えば絶対あなたが作る。味もよ。いや、全然じゃあ今度さ、何も言わずに直子さんと俺だけで何の料理作ってもらうか考えて、それ一切何も見てはいけない。え、めっちゃいいか、あれレシピを。ダメダメ。で作ってくださいっていう。いや、ラナできるけん。ラナ何でもできるもん。そうやん。ちょっとね、煮物系もさせてみよう。嫌よ。いや、でもどげんやってするか多分知らんはずやん。卵焼き辛い言うとき、なんで温かい。あんとき偉い言い訳しとって。いつもできるもんって言うて。味噌汁と原作のやつだっけ。はい、まずお鍋に水入れます。味噌入れる。あ、違う、玉ねぎとかはやかやんとる。今日めぐさんもあんま喋るやん。ここ最近の3本くらい動画見てみてください。ほぼ喋ってる。あ、そう。20 minutes later。 はい、ということでごちそうさまでした。
した。ごちそうさまでした。はい、くだらん話をしながら進んで決まったんですけど、何をこれで伝えたかったかっていうと、これも美味しかったっていうのがまず一番目。もうすごいね、レトルト食品さんも早くありがとうございます。こうやって家具もね、そうかっこいいんですよ。いやマジでね、軽くレストランに来た感覚に乗ったくない？なるなる。私ご飯とか作ったことないけど、帰ってきてさ、ご飯作る気力とか分かんでし、分かんでいいと思うんですよね。しかもこれね、聞いてちょっと食べちゃったけどさ、これ100均なの。100均。汚いよね。先に見せるのそう、だから家具がいいことによって、家具にこう、なんて言うんだろう、ちょっとこだわりを持ったら気分的にどっかのレストラン食べきたみたいな感覚だし、もうちょっと今日うまくまとめれんけん。何今日はめっちゃ方言全開やったね、今ね。どうしたでも本当にこういうところでこういうハグとかで食べるだけで一味違う。この思いをどう伝えたらいいか、想像わかんないんですけど、忙しい私たちに家具は夢を与えてくれるんです。おお、私ってこういう家具めっちゃ好きなんですよね。好きなものに囲まれてるだけで、その中の生活の感じ、なんていうかな、ご飯も美味しく感じるし、なんか自分自身も可愛く見えるし、もちろん全然家具に興味ねえよ、ご飯食べたい、美味しいのって人も絶対いると思う。それはそれで絶対いいと思う、その人の好き好みが。だからっていう感じで思いました。いや、めぐちゃん、はい、食べて美味しいから食べてね。バイバイ。バイ。